up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. の対戦は深見明選手対川和田実選手です。お互い卓大の空手で同走で、はい、先輩後輩ですからなかなかやりにくいと思いますよ、はい、この川和田選手の左の技ってのはとても冴えるんですよね、はい、だから相手が非常にこう困ってしまうような場合が多いですね、はい、僕も好きですね。ここで協議ですね。そうですね、はい、今の小池君の上段の突きがあったのか、こちら川田選手の逆突きがあったのかという協議ですね、はい、こちら側から見てみましょう。やっぱりの川田選手の方があるんじゃないですか。そうですね、はい、簡単な試合でした、はい、川和田対香川準決勝第2試合です。因縁の一戦ですね。昨日同じ試合やってますから素晴らしい試合を見せてくれました、はい、今日は香川に元気がないという先生のお話でしたが、組手の方ではいかがでしょうね。まあ、やっぱり香川らしい動きをやってますね、はい、あ、今の川田選手の裏剣は良かったですね、はい、ピンチに追い込まれてからの高橋選手の動きというのはなかなか迫力ありますよ。さあ今の香川選手の突きが良かったのか、川田選手の突きが入ったのか、はい、競技ですね、はい、ああ入るってことは取らなかったですね、はい、ああ今の左の逆突きですか。
になったり、手つきになったりするっていうのは、なかなか相手は怖いですね。そうですね。自由自在という感じで、これで川和田です。大詰め決勝です。47番川和田横道対川和田の間で優勝が争われます。5分3本勝負です。主審岡崎審判員、副審佐藤、矢口、白井、庄司審判員。決勝戦は5分間3本勝負で行われます。ベテランと新進気鋭の戦いですね。選手が外れた原因になると思いますよ。あの蹴りを効きました。有効に蹴りを使っていくということですね。あ、いい突きですね今のは。いいと一本でしたね、はい、今のは、はい、これは別の角度です。やはり横道選手ちょっとまだ若いですから、はい、攻撃の技がちょっと単調ですね。同じような技、はい、で両方ともやっぱりうまく読まれて川田選手の技に屈しました、はい、川田ここで一本取りました。先に2本勝った方が勝ちなんですね。そうです、3本勝負選手です。今のは横道選手思い切っての飛び出してですね、はい、追い突きで攻撃したところを待っておって、はい、カウンター取られましたね、はい、こちらから見てみましょう。ここですね。ただ少し当たりましたね、はい、ちょっと痛そうですね。カウンター出会い気味ですからね、はい、今ので反則注意受けました川田選手。あ、今の蹴り
白の上段突き、赤子は抜けてますので白の取ります。白技あり、決まりました。記念すべき第1回松濤杯争奪世界空手道選手権。